ガリシア州内の一アグアルダは、スペイン、ガリシア州、ポンテベドラ県の自治体、コマルカドバイショミーニョに属する。ガリシア州の再生南端、ミーニョ川の河口に位置する。ガリシア統計局によると、2012年の人口は1453人で、ある。カスティーリア語による表記は、ラグアルディア。ガリシア語話者の自治体住民に占める割合は97.23%。 ア・グアルダは、ポンテベドラ県の南西部に位置し、コマルカドバイショミーニョに属する。隣接する自治体は、北のオーロサルのみで、西は大西洋に面し、南はミーニョ川に接し、対岸はポルトガルである。自治体の中心地区はアグアルダ教区のアグアルダ地区である。ア・グアルダは、トイシ法カ,カツ区に属す。住民はサンの教区の36の地区に居住する。 この地の歴史は、その地理的条件に恵まれ、自然環境も豊かで、また戦略的要衝の地でもあるため、はるか西への時代からの痕跡が残されている。最も古い人類の足跡は、ミーニョ川流域の谷の段丘に、いくつも残されており、最古のものはおよそ1万2000年前のものと、考えられている。自治体市長は、ガリシア社会党のホセマヌエル・ドミンゲス・フレータス、 自治体表議員は、ガリシア社会党、8、ガリシア国民党、6、ガリシア民族主義ブロック、2、CG、1となっている。ア、グアルダでは1913年以来8月の第2、日曜日にフェスタドモンテが行われている。2009年7月に、州政府、シュンタデ・ガリシアによって、ガリシア州の観光資産として登録された。ア、 グアルダは3の教区に分けられる。太とは自治体中心地区のある教区。ありがとうございます。